目、虫の音、関雲。関雲というのは、裏千家13代炎王祭の別称です。ここに炎王祭の顔があって、虫の音。炎王祭の友筒、友箱、茶尺ということがわかります。こちらの虫の音。こちらひらがなで虫の音。違って書いてますね。こういうのは炎王祭よくやるんです。なので、ここが同じに書かれているよりは、本物度が高くなると思います。関雲ですね。関雲名の偽物も結構あるんでね。これ 100% 本物だとは、私は言い切れませんね。そして、茶尺ですね。炎王祭型の茶尺です。ここにね、削り込みがあって。炎王祭ね、2本削ることが多いんですが、これね、厚みが、私が何回か扱った炎王祭の茶尺よりも、厚みがあってね、ちょっと無骨な感じがするんですよね。そういった面からも絶対本物だっていう確信は持てておりません。箱にはね、刻印がなくて、駒沢理斎とか黒田将玄が下削りしたというものではないようですね。炎王祭茶尺、理斎や将玄でない場合が結構ありますので、そこは問題ないと思うんですがね。全体としてどうでしょうか。この箱の作りですね。これはやや上等な作りだと思います。こちらの購入原価は31,958円です。3万円ちょっと超えたくらいでね、買えてます。本物であればやはり5万円を超えていくものですので、まあまあ安く買えてるとは思います。あとはね、本格オークションの調査でどうなるか、本物であってほしいですけどね。私の中では大丈夫だろうなとは思っておりますが、少し心配もありますね。まずは送り出して、調査の結果をね、聞きたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。